礼します。どうでしょうか。今日放送代表鈴木慎一郎でございます。はい、お願いします。今年のこの契約更改の交渉の中で、まず球団からどのような評価を受けましたか。そうですね、昨年よりも、登板数は増えたし、イニングももちろん増えたしっていうところはあったけれど、まあ、去年ほどの、成績を上げれなかったの で来年も、来年は1年間、ローテ守って規定イニング行ってもらえるような活躍を期待していると言っていただきました。それを受けて小谷さんどのように思われましたか。そうですね、一戦一戦しっかり戦っていくことはこれからも変えずに、あまり来年のことは考えてないですけど、よりレベルアップして来季に迎えられたらいいなと思います。では今シーズンを振り返っていきたいんですが、はい、18試合投げて5勝10敗、防御率 4.53、はい、このまず数字だけ見て今シーズンどう振り返りますか。数字だけ見たらそうですね、数字通りというか、苦しいシーズンだったのかなと思うんですけど、本当に、今振り返るってやっぱ難しいなと、毎試合毎試合で振り返ってたので、こうやって長いスパン振り返るのとても難しいんですけど、そう思うと今振り返っちゃうと本当にいろんな経験できて、まあ楽しいことも辛いこともたくさんありましたけど、いいシーズンだったんじゃないかなと。もう来季に向けて目は向けているので、そんな気持ちです。来季を見据えてという話がありましたが、はい、もう少し根拠振り返りたいんですけども、はい、まあ、なんといってもやはり開幕戦というところが、開幕投手というのが一つ大きな経験だったと思うんですが、はい、この経験はどう振り返りますか。もう今となってはそんなこともあったなっていう、もうそれぐらい前のような感じがしてます。なんかその中でこう得たもの、あるいはまた来年もみたいな気持ちっていう部分っていうのはどうなんでしょうか。まあ、開幕のカードを投げさせてもらって、まあ、一番感じたことは、試合前のそういうイベント等のあるので、調整の方法が、ずっと同じではないということ、照明の関係等でキャッチボールできませんよとか、そういうことを感じながら開幕投げてる人がやってたんだなっていうのは、いざやっぱりやってみないと分かんないことだったので、そういう意味ではもう本当に今年自分しかできなかった経験なので、それはしっかり大事にしていきたいと思います。初めてというところで言うと、開幕のローテーションでシーズンの序盤から先頭で一番最初に投げるという経験をされたと思うんですが、はい、この開幕ローテーションで回ったというのはどういうふうに捉えられますか。そうですね、まあ、先発としての経験はまだまだ多い方ではないんですけど、これで開幕から回れたのも一つ大きな経験ですし、ただやっぱり春先は夏に比べては調子あんまり上がってなかったので、まあ、そのこのオフの取り組みはやっぱ同じようにやってはダメだなとは思ってます。はい、実際に初めての白星がついたのが4戦目、およそ1ヶ月となりましたが、やっぱりまあ苦しい1ヶ月だったのかなと思うんですが。そうですね、まあ、初めてついた時も、まあ、正直つかないかなと思って投げてましたし、まあ、大野さんからもそういう結果が例えば止まらなくても、まずはしっかり自分のピッチングを、まあ、ある意味淡々としっかりやることを続けた方がいいよっていう話をもらってましたし、それは僕もこのシーズンを通してできたかなと思います。でシーズン通してというところでいうと、まあ、8月の末に怪我をして9月から離脱という形になりましたが、はい、それからの動きというのはどういうことをされて過ごしたんでしょうか。まず実際骨折という形でしたけど、まあ、本当に調子も上がってきた中だったので、まあ、本心だと投げたい、折れててもいいから投げたいっていう気持ちはずっと持って、正直やってましたし、でもまあ来季に向けてしっかり、まずは治してくれと、しっかり回復して来季にっていうところの話もいただきましたし、まあ、そこは自分も腹を決めて、そこからやっぱりもう来季に向けてというか、まあ、直すことというよりもしっかり来季に向けてやらなくちゃなっていう気持ちになりました。振り返らないというのはむしろもう来シーズンに向けて気持ちが固まっているというふうに捉えていいでしょうか。そうですね、そんな感じです。はい、となると、まあ、まずこのオフですが、はい、どのように過ごしていくか。そうですね、もうこの秋のキャンプからも正直始まっている部分はあると思うので、ただこの秋のキャンプまだ終わってはないですけど、ここまで僕は9年目9回目の秋のキャンプですけど、まあ、本当に9年目で一番いい秋キャンプを過ごせていると自負しているところがあるので、まあ、この流れというか今の体の使い方を、まあ、もっともっとレベルアップしていって、2月の沖縄のブルペンで、いいものを見せれるようにしていきたいなと思います。
秋キャンプのその充実っぷりっていうのはどういうところでその充実感を感じているんでしょうか。一番の理由は、まあ、本当に秋だから少々体をいじめることもあるんですけど、結構前の日の夜とかに明日の練習何しようかなとか、あら明日の練習楽しみだなとか、うん、そう思える時が結構あるんで、あそういう気持ち前のめりに慣れてる時、のめり込めてる時ってすごいいい状態だなと思うので、なかなかそれが、うん、秋のキャンプでこれだけあるっていうのは珍しいと自分でも思ってます、はい、その楽しみな感じが翌日、まあ、具現ができているっていうことなんですか。そうですね、自分の中では、はい、できつつあるし、その自分の成長をすでに感じている部分もあるし、うん、今のキャンプの、まあ、もう大野さんたち上がりましたけど、大野さんとか柳とか小笠原と練習している中で、まあ、彼らのどこがいいのかとか、意外とどこが苦手なのかっていうのも、まあ、観察させてもらって自分に取り入れられたらなとは思いますけど、まあ、その秋キャンプがもうすぐ終わって、今度はもう一人で過ごそうということになると思うんですが、はい、12月1月どのようにトレーニングしていこうと思いますか。まあ、具体案はまだないですけど、基本的には今のペースで続けつつで、まあ、例年通り三重のクリニック行かせてもらうので、そこでまた、現状把握と、まあ、このオフの過ごし方を確認できたらと、まだそこからですね、はい、そのあたりが把握できて鍛えた上で2月1日キャンプに回っています、はい、2月1日どういう形で迎えたいなと思いますか。どういう形、そうですね、まずは心も体も充実した気持ちで、今言ったように早くキャンプ来ないかなとか、そう思えるように、過ごせたら一番いいですね。立浪監督の下で、まあ、ある意味新たな船出ということになると思うんですが、うん、実際立浪監督とお話はされましたか。まあ、ちょこちょこさせていただいてます、はい、どのようなお話聞こえてましたか。でも初めて挨拶させてもらった時に、やっぱり来年、まあ、関東を期待してるぞと、そういうふうに言っていただいたのはもう本当に嬉しかったですし、まあ、それに早く応えたい、うん、もう関東を毎試合するぐらいのつもりで、しっかり、うん、トレーニングしていきたいですね。そのあたりというのがやはり来季の目標になってくるんでしょうか。あんまり目標ってないです、はい、それは数字の面ですか、それともそれ以外の面ですか。うん、去年も数字とか言わなかったですし、あれなんですけど、今年は今のところ目標何もないです、はい、より良くなること、それだけです。となると1年経ってこの交渉の席で、うん、あるいはこの会見の場で、うん、二谷さんがどういう言葉を発すればいい1年だったというふうになるでしょうか。どうですかね、多分自分のやりたいことをやって、で自分でも成長を見込めていろんな経験できたら、僕その時点でいい1年になっちゃうので、うん、まあ、多分振り返ったらいつもいい1年って言っちゃうかもしれないんですけど、そんな感じです。はい、よろしいでしょうか。放送代表 CBC の高倉です。はい、お願いします。今日の交渉で球団からはどのようなお話がありましたか。いや、特にもうすぐ終わったんで、あんまり話したことはあんまないですけど、まあ、やっぱ打たないとまあ、困るみたいな感じなことは、はい、その打つ方ですと、リーツなのかホームランなのかというのがありますが、今日のお話ではどういったところを。いや、まあそういうリーツとか打点とかホームランとかそういう話はしてないです、ね、はい。今シーズンご自身で振り返りますと、今年の数字というのはご自身ではどのように捉えていますか。そうですね、まあ、まあ打点も打率もホームランも、全然少ない数字ですし、まあ、全然納得はできてないですね。今年は開幕から本調子ではないのかなというような場面も見られましたが、ご自身で今振り返るとどのようなところに原因がありましたか。まあ、去年そのある程度自分の形が見つかってきて、まあ、自分の中でこれだけやっとけばいいっていうか、まあ、そういう感覚を重視しすぎたといいますか、まあ、それを過剰にやりすぎたっていうのもありますね、はい、その感覚は今シーズン途中で修正したところもありますか。そうですね、
まあ別違ったようなことをやろうと思って、まあ、9月8月9月ぐらいですかね、まあ意識的には少し変えたんですけど、はい、言える範囲で具体的にどのようなものか、どういう変化をつけたんですか。まあ前に行くっていうか前で捉えるようにしてたんですけど、まあなかなかそれがずっとそのハマってこなかったんで、まあ意識的にですけど少しこう、まあボールを長く見るじゃないですけど、まあ緊急的にはやりましたけど、はい。それはどなたかのアドバイスがあってのことですか。いや、そういうわけでもないんですけど、まあ待っても全然ダメだったんで、もう正反対のことをやるしかないと思って、はい。それでその9月主将戻ってきたことにそれはつながりましたか。まあなんとかヒットは出るようになりましたけど、まあ全くその思うような成績にはね最終的にはならなかったんで、はい。どうしても高橋さんにホームランを期待する声も多いと思うんですが、こちらのホームランが6月が最後だったんですが、この点についてご自身ではどのように思ってらっしゃいますか。そうです、まあやっぱ率も少なかったですし、まああまりこう余裕もなかったんで、なかなかそうホームラン狙うっていう以前の問題になってしまったんで、まあ来年はねもう少しっていうか、まあ絶対やらなきゃいけない年なんで、まあ打率、ホームラン、打点、まあ全ての数字においてやっぱこうキャリアハイ出さなきゃいけないんでっていうふうに思ってますけど、はい。ただ今年試合数、打席という点では今までで数字としては一番多いものとなりましたが、この点レギュラーで出続けているという点についてはご自身ではどう思ってますか。まあ1年間怪我なく、大きな怪我はまあなかったんで、まあ毎年どっか怪我して離脱してたんですけど、まあそれに関しては良かったといえばあれですけど、まあ当たり前のことですけど、まあはい、怪我なくやれたっていうのは良かったんじゃないですかね、はい。この秋のキャンプでは2日目から早出で厳しい練習が続いていますが、ここまでキャンプの手応えというのはいかがですか。そうですね、まあいっぱいノック受けましたし、バッティングもその1から見直すっていう形でやったんですけど、まあ形的にはもう見えてきた部分もあるんで、あとは自分次第でどこまで、理想の形に近づけるかが、はい、問題だと思うんで、まあそこはしっかり責任持って、ちゃんと春までにはやっていきたいと思います。その理想の形が完成させたいのは2月1日ということでしょうか。いや、まあ、2月1日にある程度そのあこれだったら大丈夫だなっていう風なバッティングをしていかないと、形さえ、ね、決まってないと話にならないんで、まあ、ある程度その形決まったんで、はい、ここからは自分の仕事かなと思いますけど。立浪監督とはお話もされていると思いますが、どういったことを声をかけられていますか。いや、まあ具体的な部分はないんですけど、まあバッティングのアドバイスもいただきましたし、まあ守備も、もう少しその足を動かせるようにやっていけとは言われましたけど、はい。まあ、そういった野球のお話もありながら、全体として立浪監督の印象というのはいかがですか。そうですね、まあ練習しかねまだやってないですし、あれなんですけど、まあ試合になったらね全然違うと思いますけど、まあ厳しさもあるんですけど、まあ、そんなにこう
あんまりこうガチガチにはならないかなと思いますけど、はい、まあやりやすい、やりやすいっていうか、まあ、はい、まあ厳しさもありっていう感じですけど、はい、まあ、その野球に集中できる環境と、そうですね、はい、まあ、この2月に向けてオフの期間となりますが、今年自主トレはどのようなご予定ですか？まあ自主トレは例年通りその大島さん、はい、まあ、もう毎年恒例となりつつあるこの大島選手の自主トレですが、今年改めてこのオフ大島さんにアドバイスを請いたいことというのはありますか？いやもうだいぶやってるんで、まあ僕がその今こう秋教えてもらったこととかやっぱ確認もしたいですし、大島さんにも聞いて、まあ、答え合わせっていうか自分から聞いてこうですよね、ああですよねって言って、まあ、間違ってればその時にねアドバイスくれると思うんで、まあそういうこともそうですけど、まあ、あとはトレーニングですかね、はい。では最後に来シーズンの数字でも結構です、目標を聞かせてください。まあキャリアハイですかね、全てにおいて。はい、はい、ありがとうございます。代表から以上となります。放送各社さんよろしいでしょうか？では放送以上、はい、お願いします。8勝を挙げて、はい、まあ、でも負けが2つ多く結果にしなかった、その部分でやっぱり、もう一度勝ちが増やしたかったとか、その辺の何か思いっていうのは、まあ結局僕が投げて勝ち負けつかず、まあ、チーム勝つっていうケースもあったんで、まあ、そこに関しては僕は何も、今年に関しては勝ちは求めてなかったので、とにかく僕は今年1年間投げ切るって気持ちだけしかなかったので、まあ、1年間投げれてよかったかなと思ってます。実際の1年間投げ入れた、まあ、キレドフ選手も含めて達成できた一番の要因っていうのは、一番の要因、まあ今年ダメだったら最後だろうっていう気持ちが、まあ、一番だと思います。それを1年間切らさず投げれたと。はい、そうですね、はい。まあ、ちょっとキャンプのお話をお聞きしますけども、はい、あの今立浪監督になって、まあ、感染とかされてたりとか、はい、まあ、ある時はバッターボックス立ってくださいって言ってみたりとか、はい、そういう、まあ、コミュニケーションが非常に上手に取れてるかなっていうイメージはあるんですけども、はい、なんか、どんなふうに会話を特になんか求められているもの、あと監督に聞いていることとかなんかあるか教えてください。聞くことはまだできてないんですけど、まあ、あの監督さんからはもうずっと下半身下半身言われてるので、もう今月は今年、あの今月はそれをあの徹底的に、まあ、自分を心にして、やってやろう、まあ、レベルアップしてやろうという気持ちでやってます。もうこのまま後半キャンプ後半戦ですけども、はい、さらに下半身もう集中とイメージで。そうですね、はい、まあ、やるしかないんで、まあ、もうひたすらそうですね、はい、もうやるしかないんで、もう全力でいきたいと思います。オフについて、はい、なんか決まってますか？過ごし方、まあ、予定は入ってますけど、はいはいはい、あの別に特に12月はどこで練習やるとこないし、まあ、多分名古屋でやってると思います、はい、年明けで何かどなたかと一緒にまたやるとかそういうようなスケジュールは特にはまだ、あ、年明けはあのうちの師匠と、あ、大野雄大さんとやります、はい、では、まあ、今年は、今かい、試合投げ続けることということで、まあ、目標を達成されたと思います、はい、来シーズン何か目標を立てるとしたら、そして数字がもし何か目標があれば教えてください。数字、まあ、また、今年と同じ目標にはなるんですけど、1年間投げて、
ローテーションの中で誰よりも、まあ、イニング食ったなって言われるようなピッチャーになりたいなと思います。テレビ代表からは以上とさせていただきます。そこお願いします。はい、1年間調子がいい時も、はい、なかった時もあるかもしれませんが、すごく明るく前向きにというか、はい、そういうのがマウンド上で感じてこれたんですけど、はい、自然なのかそういうのが何かあったのか。もう最後だと思ってたので、もう野球を楽しもうという気持ちで、うん、1年間やった結果が、まあ、ああやって表情にも出てたと思いますし、うん、まあ、結果も出たのかなと思います。チームメイトがファインプレーしたら表情に止めて出すというか、自然な、はい、そういうシーンも結構あったと思う。そうですね、なんか普通に野球を楽しんでた1年間だったなと思います、はい。まあ、ちょっと喜怒哀楽が過ぎるんで、過ぎてたんで、あのうちの先輩の打撃コーチに言われましたけど、来年はあのおとなしくしとけって気持ち的にはでも続けて来年もそういう心意気としては、うん、まあできるところはやりたいなと思ってます、はい。何にしよう。柳さん172イニングですよね。多分172点いくつなんですよ。そうです、172ジャストですね。ジャスト、はい。え、あ、いいですね。すごいですね。はい、これでよろしいですか。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。はい、たくさん、はい、たくさん取ってどうぞ。はい、じゃあ、はい。でもこれ173新之助って、僕が173人です。イニングかけますか。いいっすか。